アントニオ・マヌエル・マスカレニアス・ゴメス・モンテーロは、カーボベルデの政治家。1991年にカーボベルデ共和国、第2大大統領に就任し、同国初の政権交代を実現。2001年まで同職を務めた。カーボベルデ最大の島である、サンティアゴ島のサンタカタリナ出身。ベルギーのルーベン・カトリック大学に留学し、修士号を取得。 1977年にカーボベルデに帰国するまで、ルーベンにある広報センターで働いた。帰国後、1977年に国民議会書記長に就任し、1980年から1990年までは最高裁判事を務めた。カーボベルデでは、カーボベルデ独立アフリカ党による一党制支配が独立以来続いていたが、一党制への不満を受け、 ペイクフは1990年2月に複数政党制の導入を決定した。その1ヶ月後、初の野党として民主運動が結成され、モンテーロもこれに参加した。1991年1月13日に行われた国民議会選挙で MPD が過半数を制したのに続き、同年2月17日の大統領選挙で MPD はモンテーロを候補者に擁立。 フェイクフの候補で独立以来大統領職にあるアリスティデスペレーラとの一騎打ちとなった。この大統領選挙でモンテールは7割以上の得票で当選を決め、カーボベルデ史上初の政権交代を実現させた。1996年2月18日の大統領選挙は、 野党が候補者を立てず、モンテーロへの新任投票となり、モンテーロは約8割の新任票を獲得して再選された。憲法規定により再選は1回のみと定められているため、2001年2月の大統領選挙にはモンテーロは出馬できず、MPD からは、モンテーロ政権下で首相を務めたカルロス・ベイガが出馬。しかし大接戦の末、ペイクフ候補のペドロ・ピレスに敗れた。 同年3月22日をもって、モンテーロの任期は満了し、MPD は再びゲアした。2006年9月19日、東ティモールにおける国連事務総長特別代表が日本の長谷川助弘からモンテーロに交代すると発表された。しかしこの決定は、モンテーロの英語力の低さを理由に、東ティモール国内で批判を巻き起こした。9月25日、モンテーロは、 特別代表就任の意図はないことを表明し、この人事は結果的に白紙撤回された。ありがとうございます。